ブロック、ブロックしたいんだけど、あいつがブロックし、自分で先に書くことで他を書かせないです。うせえな。お、いい手じゃん、いい手じゃん。はい、頑張ります。うん、9万、9万が鬱陶しいな。9、あ、ストップ。もこちゃん、ドラが9万ってマジ鬱陶しいんすよ。鬱陶しいですね。でも、まあ、色的にあったら残そうだな。あそこ左上にパーマンあるじゃないですか。あの、飾ってあるじゃん。ショーウィンドウに飾ってあるじゃん、パーマンが。あれ、ムカつくよな。そうですね。くっつき、どこがくっついても、うん、1枚少ないですもんね。その通り。ドラって E1 が一番いいんすよ。はい。ドラが E1 だと、あの、飾られてるのが9万じゃん。あ、だから、なるほど、なるほど。関係ねえじゃん。はいはい、はい。だから、ドラが E1 で E1 持ってんのと、ドラが Q1 で Q1 持ってんのと、テンションを 25% 変えてね。わかる？そう、初めてなんか聞きました。だから、地球人たちって、僕がこういうこと言ってもそんな当たり前じゃんで終わらすんだけど、それコロンブスの卵で文字にした人誰もいないんだよ。いや、ま、本当に今なんか目から鱗でした。確かにそうだよな。そう、だからこの手をもらった時に、あ、ドラドラだ、頑張ろうっていうのがあるとしたら、ドラが E1 だったらあと 25% 増しのテンションだったのになって思わないとダメなんだよ、しっかりと。なるほど、なるほど、うん。そういうのはね、本当に大事にして、あの、そういう細かいとこで勝敗決まってるから。うん、はい。同じテンションで戦ってるとドラ9万の時やられるよ。だってもうパーマンなんかねえんだもん、もう。はい、はい、同じテンションでやってたな。1も9もみんなやっちゃうんすよ。はい、うんうん、はい。確かに、うん、言われてみればそうだな。そうよ。これ読されました？これもまた、あ、これは別にナンバだからいい。あ、ナンバーは許す。うん、合ってる。うん、合ってる。うん、合ってる。うん。ここで9万。合ってる。全部合ってる、合ってる。待った。これそうなんですよね。そうなんですよ。そうなんですよ。ここちょっとね。あのね、モコちゃん。はい。モコちゃん、6、7、8の3色には一生ならないんですよ。赤ウピンがあるから。うんうんうん。でも、4、5にはなるんですよ。ピンポーン。ピンポーン。ちょっと待って。あと、もこちゃんね、町はドラから離して。町はドラから離す。うん。ドラが Q1 の時、チーマンはみんな必要だから、ここはパーマン切って、カンサンマンとカンチーマンだったら、カンサンマンの上がれるんで。ちょっとメモしますね。うん、うん。はい。自分にとってどっちでもいいんだったら、ドラからなるべく離した方がいいよ。はい。はい。うん。他の人は3万はどうでもいいけど、チーマンのことは大事にするよ、みんな。そうですね、確かに。うん。上がり率がだいぶ変わりそうですね。だいぶ変わりますね。はい。相当変わりますね。確かに、確かに。はい。いや、すごい納得しました。はい。またここで悩むんですよ。三蔵一枚出ちゃってるから、あ、やっぱそっか。細かく言うなら、両蔵蹴りでいいんですけど、だけども、はい、僕はここはパーマン切ってもいいと思います。なぜならドラそばだから。カンパーマンとかでリーチ食らって振り込むのが嫌すぎるから。うんうんうん、うん、私これ一番切っちゃいけない範囲切ると思います。これは一番切っちゃいけないのが数万だね。あ、数万は切らないな。じゃあいいよ。なんかじゃあいいよ。心の中でやっちゃったなって思いました。でも、あ、ちょっとストップ。ローソーね、悪くねえんだよ、ローソーって。なんでかっていうと、はい、あの、チーソー引いてもどうせパーソー3枚出てるから悪くないし、うん、みんながイーソー切ったりリャンゾー切ったりサンゾー切ったりしてるから、カンサンゾーって結構いいんで。あ、そうなんですよ。カンサンゾー引っ掛けがしたくて一応この時はローソー切ったんですけど、あの、でもなんか、うん、僕はね、考え方は合ってるんだけど惜しいんだよ。あの、マンズの部分が苦しいリャンカンっていう認識があまりないんだよ。マンズが、例えばだよ。マンズが三面ちゃんで、一数チーマンとカンサンゾーだったら、一数チーマンなんてひょいってすぐ引くから、すぐ引っ掛けられるんだよ。三蔵リーチ打てるんだよ。確かに。そういう手ならローソー切っていいんだよ。だけども、
カンウーマン、カンチーマンをあんまり引く感じじゃないから、ドラ色だし、テンパる前に三蔵打たれちゃいそうなんだよ、もう一枚。わかります。ああ、わかります。そう。はい。だから、俺はパーマン打つんだよ。もう一枚三蔵打たれたらもうリャンゾー打ちたいもん。カンウーソジしたいもん、リーチ。はい、はい。そこの差があるんだよな。なるほど。マンズが三面ちゃんだったら、ローソーだな、正解は。すぐリーチ打てそうだから。はい、うん。はい、はい。まあでもこれはそんなに悪くないよ。ああ、本当ですか。うん。あと最初に、今のうちに言っとくけど、俺、みんな視聴者に言っとくけど、俺、麻雀教えるの好きじゃねえんだ。もうやりたくね、うん、だって俺合ってるかどうかわかんねえもん。いやもう誰も何も言えないですよ。本当？はい。あのなんかなんか知んねえけど、周りが俺に麻雀を打たしてなんか知んねえけど、いつの間にか世界一になってただけであんまり興味ねえんだもん。もうみんなタカちゃんがやめちゃうから、タカちゃんのチャンネルに行ってありがとうって言ってきて。あいつ偉そうに、女の子に偉そうに言って言われた瞬間に俺もうやんなんだよね。いないから、本当に。俺もうやんなっちゃ、大丈夫？いやもうあのタカちゃんの枠に行って高評価をしてありがとうって言ってきてみて。ほら偉そうだなってやついる。タカちゃん、タカチャンネル。おい。隣にいるやつだった。いやあ、仕事したでしょ。これはブロックできないや。ブロックしたいんだけど、あいつがブロックし自分で。先に書くことで他を書かせないです。うるせえな。本当？その説明の言語化がめちゃめちゃ上手なんですよね、タカちゃん。だからスッと入ってくるんですよ、なんか聞いたときに。本当？大丈夫？俺、あんまり。確かにって。あんまり悪く、俺、でも、モコちゃんとは約束したから、一生教えていくんだけど、あの、配信外でやろうと思ってんだよ。あんまり悪口言われんなら。いや、言わないで、みんな、ちょっと。うん。俺言ってきて。本当？やめて。みんなも聞きたいでしょ。こんな話聞けないよ、本当に。それが。お金が発生するレベルだからね。そんなんいいんだけど、あんま。みんながちゃんとや聞くんだったらやるけど、いや偉そうじゃなくて実際偉いの俺。嘘なの？あ、そうですよ。そんなことはねえよ。麻雀プロに偉いやつなんかいねえよ。ろくなもんじゃねえんだから。そうだよ。もうみんなのコメントがあんまりだとね、もうどっちも偏見でやっちゃうからね。そうなんだよ。もう疲れてきちゃうんだ俺が。嫌になっちゃうんだもう。マジで。本当？なるほど。じゃあこのローソンは良かったのか。ローソンはギリギリありだね。じゃあこれって、うん、あのドラから街を話すっていう話だと、カンチーワよりカンウーワンの方が上がれるってことですか？その通りだ。上がれるというか、まだマシぐらい。なるほど、うん、実際ぶっちゃけさ、ドラが9万でさ、それこそ6、9万と一数万だったら圧倒的に一数万でしょ。そうですね。あと、うん、でこんな簡単で短期待ちで、ドラ短期とかパーマン短期よりは E マンとかリャンマン短期の方が上がれるでしょ。うん、それと一緒だよ。うん、大三元白髪チュンポンしてパーマン短期にする人いないでしょ。うん、いないです。うん、それと一緒でどんどん話して。うん、はい、わかりました。うん、一枚切れ、どんどん話して。うん、はい、大丈夫だよこれ。オーラスです。ちょっと待った、オーラスでこの手は絶対2着にならなきゃいけない。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。こっちの動画も見てね。